2月22日火曜日です。世界友情の日です。先週 J リーグが開幕して、琉球は開幕 0-0 で、まあ、アウェーで町田にもなかなか勝ったことなかったんで、ポジティブな結果だったんじゃないかなって思います。僕も早くこうチームの力になれるように頑張っていきたいと思います。今日も練習頑張ります。何それ？空気です。沼田じゃん、生きてんの？沼田マジで首やばいっす。生きてんじゃん。失礼です。やば。開幕戦の感想一言ちょうだい。バカ緊張した。開幕戦緊張して寝たの2時半です。珍しく寝れませんでした。今日頑張ります。どうぞ。とりあえずどっかでご飯食べて帰ります。誰か言ってましたよね、鹿島の選手も。なので、多分そういうのも重なって、レッドに見えちゃったんだと思うんですけど、このシーン自体はやっぱりレッドではないんじゃないかなっていうふうに思います。これをちょっと荷物さんに詳しく、お話をしていただきたいんですが、どういうご意見でどう感じられたのか、ですか。
ただきます。押しつぶされるかっていうのも使いにくくなるケースが悪い。特にこの第1